おはようございます。本日はフォアハンドストロークで小手先で打つんだよっていうところですね。で、小手先で強いボールもコントロール、強さもコントロール、回転もコントロールで、小手先っていうとですね、やっぱりちょっと嫌悪感があるというか、手打ちはダメだよと思う方もいらっしゃると思うんですけど、結局ね、世に言う手打ちとは違いますので、なので安心して小手先でちょんちょんっていかれるのがいいかなと思います。で、例えばですね、テニスってラケットが300g ぐらいで微妙な重さなんですよ。両手バックハンドなんか両手にしようか片手にしようかって迷うぐらいの、ね、重さですよね。野球のバットで、ね、片手打ちとかないですよ。バドミントンのラケットで両手打ちとかないんですよね。だから微妙に重かったり軽かったりとかするんで、重い方にも感じるっていう道具なので、だからやっぱり体しっかり使って打たないといけないよっていう話にはなるんですけど、体はね、使わないといけないんですけど、体を使うことを体を意識するっていうのはあんま良くないよっていうところで、自然と使えるような状態にしとけば、感覚がいいのはこの手先ですので、だから手先の感覚を使って打っていきましょうねってところですね。で、その際に手打ちにならないためにってなってくると、まずね、手打ちの条件って何ですかってところなんですよ。で、手打ちっていうのは、例えばね、小手先でちょんちょんって打ちなさいねって言って、もう本当こんなんで打ってたらこれ手打ちなんですけど、そんなにならないじゃないですか。結局体幹から遠い部分の仕事量が増えるっていうのが手先で、足を使ってるのが手打ちとかじゃなくて、こっちばっかり仕事してますよっていうのは手打ちなわけですね。なので、ここら辺がある程度こうしっかり動いてれば、そんなにひどい手打ちにはならないので、足が止まってたとしても。で、そもそも足は移動のために使えた方がいいんですよね。移動のためにだから、すごい近いなって時にちょっと離れながら移動しながらこう打てるかどうかっていうのがすごい大事になってきて、もちろん止まってしっかりこう打つとかっていうのが悪いことじゃないですし、そのパワーのために足使うっていうのも全然 OK なんですけど、そうできないこともありますよとしたら、移動のために使っていきましょうねって話になってきますので、なので足をね、使うか使わないかで手打ちかどうかっていうのはね、僕的にはあんまり関係ないかなと思ってますね。で、その時にこの間ちょっとレッスンではね、よく言うんですよ。ドリルフォアかプロペラフォアかとかっていうのはね、よく言うんですけど、まだ YouTube で言ってないでしょとかって生徒さんに言われたんで、それも含めて今日ちょっとね、説明していきますけど、こう手打ちするのにあたって、こうやって回転かけるみたいなね、イメージがあると、これちょっとプロペラみたいに動くんで、プロペラフォアって言ってるんですけど、プロペラみたいな感じでこうやってやるとですね、すごいラケット重いんで、こう出てる腕に対してこうラケットが入ってると、それをね、動かすの大変なんですよ。なので、そういう感じだと小手先ダメだよっていう感覚には陥ると思うんですね。ただ小手先打つのに必要なのはですね、いかにこの重くない状態でガッてこうね、大変な状態じゃない状態作れるかってところですね。なので、手とラケットがね、ある程度こう一直線、こう角度がついてる状態じゃなくて、ある程度一直線、こうでもこうでもいいんですけど、この状態ですね。で、その状態でスッと回していく、これね、そんな大変じゃないんですよ。だこれね、こうウィーンってドリルみたいだから、ドリルフォアって言ってるんですけど、これね、これプロペラフォアってね、ドリルフォアで、ドリルのようにして、ドリルのようなイメージでズバッと振っていきましょうね。それを小手先の感覚を生かしてやっていきましょうねってところですね。じゃあちょっとこれね、先に言っときますけど、あくまで感覚の話です。もうちょっとね、ざっくりなんで、あくまで感覚の話。スローとかで見るとこうやって当たってたりとかしますんで、ただこう動かそうっていう意識なのか、こう動かそうって意識なのかで楽さは全然変わってきますんで、じゃあちょっとこれプロペラフォアね、プロペラフォア、これちょっと後でというかスローでやりますけど、プロペラでドリルフォア、ネット。
ちょっとスローにしてどんくらい違いが出るか分かんないですけど、感覚的にはすごい楽で、例えばスピン量を増やしたいなとかですね、ちょっと軌道を上げたいなとかっていう時にも、スピン量を増やしたいから腕をグワーンって動かすとか、軌道を上げたいからちょっとまあこれも同じように上にバーンって振るとかっていうんじゃなくて、ほんとね手先です、手先、指先でちょんと回転量増やすとか、ちょっと上に持っていくとかね、そのくらいの差で打ち分けられると非常に実用性が出てきますので、これ結構分厚く、これ回転で、あと軌道を高く、まあちょっとあえてすごい他を使わずここだけで打ってますよっていう感覚風にやりましたけど、でそれに見合ってちょっとここをね、ちょっとこうやろうかなあやろうかなってなると、それに見合って腕って動いてくれますんで、持ち上げようってした時に、こう持ち上げて高い軌道で回転かけて高い軌道で打とうってした時に、ラケットがねスパーンってこう上に行くんで、なのでそれにつられて腕はねちょっと高くなったりとかですね、あんまりスピンかけないようにしようかなって時にですね、まあ、ちょっとこう、まあ、こういう感じですよね、あんまりこう行き過ぎないようにしてポンと持っていってあげると、ラケットが前方向に行くんで腕はあんまり上行かなかったりと、腕の動きありきじゃなくて指先の感覚ありきでそれに腕はついてきますよって、まあ、そういうような感じになってきますので、なのでどちらかというと推奨してるのはドリルフォアですね、ドリフォアで行かれるといいかな。で、まあ注意点はいつも言ってるあれなんです。注意点はあまりこう窮屈になりすぎると、ここを動かない状態でいくらここがね、ここがそこそこまっすぐだ、こう角度ついてない、こうそのまっすぐだってなってても、ここを動かない状態で小手先ってやると、やっぱりこっちばっかり動いてるんで、これはやっぱり手打ちになっちゃいますよっていうところですので、なのでドリルフォアやる際に気をつけるのは、体と手のソーシャルディスタンス、近づかないっていうね、あまりこう近づいてとかっていうよりかは、少しもう構えの時からこうじゃなくて、少し離しておくと、で離れてるなっていう感覚をね、常に感じておく。でテイクバックしますとかっていう時にも、あまりこうね近づくっていうよりかは少し離してあげて、で離れてる状態でこうちょっとこう、これがねもうピンと伸びてなくてもいいんですよ、こうちょっと曲がってても全然構わないので、余裕がある程度、窮屈じゃない程度に、遠いところ、ここ遠いところでドリって小手先で行かれるといいかな。であとはもうちょっともう追加で申し訳ないですけど、小手先を動かすとかじゃないので、動かすとかじゃなくて小手先はねペッと止めるっていう、そっちの方向ですので、そこもね合わせてやっていかれるとねいいかなと思います。もうちょっとペッと止めるような感じね、あでかい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 、ちょっとドリルで止めて、ドリルで止めてするとですね、そもそも打点がこうじゃないっていう気持ちでやってますんで、テイクバックもねやっぱまっすぐぐらいでここまっすぐぐらいで入っていく方がその感覚がつかみやすいです。こういう状態ですね、まあこういう状態で入っていってってなると、動かす要素がねすごいでかくなって、止めるよりも動かす要素がでかくなるので、まずね動きがでかくなって、ラケットの何つうの先端の動く距離が長くなるので、まあ、力が必要になってくるのと、ポジティブな要素がでかくなってくると、なのでまっすぐぐらい、まっすぐぐらいのところからちょんと、で慣れてくればですね、もう止める必要はないので、慣れてくればその要素を入れながらしっかりと振り抜いてとかっていう話に、ね、なってきます。縦振りも同じ、縦振りもドリルだ。
っており、なのでまあそういったいうようなところちょっと一つね頭に入れてなんかちょっと試してみていただけると、全く違う小手先のいい感じのフォアになるんじゃないかなと思いますので、あそうあとですね、まあ、せっかくなんでちょっと長くなっちゃうけど、せっかくなんで小手先でチョンってやるぐらいなんで、でここを動かすってなると頑張ってこれをガッて動かすってなるとですね、足がね止まりがちなんですよ。土台しっかり固めてグワッてなりがちなんですけど、そうするとね動きながら打つとかっていうのはやりづらくなってくる。できないことは全くないんですけど、やりづらくなってくると。ただここだけちょろんっていうんだったらいくらでもね歩きながらでも動けますので、なので動きながら打ちましょうねとかっていうのもやっぱり小手先だけでボールをコントロールできるっていうね感覚がやっぱ必要になってきますよと。ちょっと動きながらでも同じように打てますんで、ここら辺スパーンってで、ここをねガーンって動かさなくても同等程度な球が打てますよっていう状態を作るのがやっぱ実用性だと思います。なのでね、まあ、ぜひね、まあ、よかったら、試してみてください。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。